わえ今なんでさあ、今男子準々決勝日本対北朝鮮、試合が終わりました。日本見事に2対1勝利しましたが、今映像を見てますとちょっとですね、試合後に荒れている様子が見えてますね。はい、今審判に北朝鮮の選手が詰め寄っているというシーンが見えています。今ここはねちょっとクールダウンしてということになりますが、杉谷さん、はい、今そちらね試合終わった瞬間ね、はい、ちょっといろいろありましたけどどうですか。はい、いやーでも本当勝ってよかったですよ。勝って凄まじいこの声援を浴びてたんですけども、あの完全アウェーの会場で、はい、凄まじいプレッシャーの中戦ってる日本選手団、いやたくましくかっこよかったです。そうですね、タフな試合で勇気もらいました。ありがとうございます。はい、抑えています。少しですね日本のペースが続いて、その後北朝鮮に少しペース持ってかれましたけど、はい、今の時間はまた日本のペースになってますね。はい、そして北朝鮮はひどいですね、これもイエローカードが出ました。16番のキム・ユソンにイエローカードが出ています。センターバックの選手です。日本のトレーナーに水もらおうとしてちょっと断られるの感じになった時に威嚇してもらいましたからね。なるほど、カード出ましたけど、はい、まあ、そのぐらいちょっとですね冷静さを失ってますから。そうですね、はい、中国で行われたアジア大会サッカー男子の準々決勝で北朝鮮を2対1で下してベスト4進出を決めた日本代表。しかし試合は北朝鮮選手のラフプレーが相次ぎ荒れた展開となりました。非常にスピードのある選手です。おっと、かなりこれも厳しくいきました。ちょっと悪質な感じですよね。前半3分、このプレーで最初のイエローカードが出されたのに続き、北朝鮮の選手に次々とイエローカードが。さあ追い越していく13番の佐藤、スピードを上げていく。ちょっと今の悪質ですよ、ボールにチャレンジする意思は全くなかったですからね。そうですね。さらに後半27分ピッチ上で選手が倒れたため日本のスタッフが飲み物を持ち込み給水していたところ、突然北朝鮮の選手が現れ日本側のドリンクを強奪、拳を振り上げ威嚇する場面がありました。この行為にもすぐにイエローカードが出され、この試合で北朝鮮選手に出されたイエローカードは合わせて6枚に。とにかくクリアですね。そして試合終了直後には複数の選手が主審を取り囲み声を荒らげながら猛抗議。抗議の理由は PK となったこの判定への不満だとみられています。北朝鮮選手のこうした行為に日本の SNS にはこのような投稿が。北朝鮮サッカーやばすぎる、マジでひどいな、スポーツやる資格ないね。また元日本サッカー協会会長の川淵三郎さんも自身の SNS で、北朝鮮の明らかに怪我を狙ったひどいプレーをレフェリーが見逃し続けたなどと投稿し苦言を呈しました。日本代表は来年3月ワールドカップのアジア二次予選で北朝鮮とホームアンドアウェーで対戦する予定となっています。